ああ、ようやく会えた大好きなお前どれだけ会いたかったことか <laughs> 外からずっとお前を見つめてた悲しみに暮れてそれを忘れるように必死に働くお前のそばにいたかった寄り添いたかった 今日は窓が開いていてよかった。ようやくお前と話せた。どうしたんだ、驚いた顔をして。まさか、俺の顔を忘れたわけじゃないよな。だよな。俺の顔をお前が忘れるわけがない。中学からずっと一緒に過ごし。 恋人になって付き合って結婚しようってなった彼氏の顔を忘れるわけがないよなでもなんでそんなに震えてるんだ目の前で死んだからそうだよな俺はお前の目の前で白いベッドで 病に侵された俺をお前と母さんが最後まで見とってくれたよな日本は火葬だから死体は燃えて灰になったはずでも俺はこうしてお前の前にいるどうだお前より冷たいだろう俺の体 でもほんのわずかにぬくもりを持ってるし息をしてる死ぬのが怖くてお前や家族を置いていくのが悔しくて気づけば俺はまた起き上がっていたヴァンパイアとしてよみがえった仲間から吸血の仕方を ヴァンパイアとしての生き方を教えてもらって、ようやく、お前の元まで来れたんだ。ちょっと手を貸せ。ほら、俺の剣士、人より尖ってるだろう。作り物じゃない、リアルな感触。これが証拠だ。 お前の首筋から甘い匂いがする血液から漂ういい匂い乾いて乾いて仕方ない俺には我慢できないほどだよ <laughs> なんで抵抗するのか弱いお前が俺に勝てるわけないのに。 こんな姿になった俺は嫌か。人で亡くなった俺は見たくないか。<laughs> そうだよな。<laughs> そうだよな。<laughs> 人じゃなくなった俺は、もうお前の彼氏でも何でもないもんな。怖いよな。一緒にいたくないよな。お前なら、恋人であるお前なら。 こんな姿になった俺を受け入れてくれると思ったのに、一緒に生きた記憶も、前と変わらない見た目はあるのに、なんで。<laughs> お前も、他の奴と一緒なんだな。人じゃなくなったから怯えて、遠ざけて。 なら俺も勝手にするから俺さもう我慢できないんだよこんな美味しそうな匂いを漂わせてお前が俺を人だとも思わないのなら俺もお前を人だとは思わないお前はただの餌 餌を食べないと俺は死ぬ。容赦なんかもうしねえ。だから、いただきます。 うまい… <laughs> ここに来るまでに他の女も吸ってきたでもどれもこれもまずかったなんでだろうなお前の血じゃないと満たされない <laughs> 吐息が漏れてるぞ吸血されるって意外と気持ちいいだろうどの女も吸血される時はうっとりした顔になるんだよなというかさ俺のこと拒否してるくせに何気持ちよくなってんのお前 <laughs> 言ってることと行動があってねえよ なんだよ泣いてねえよ軽々しく頭を撫でるな抱きしめるなお望みならもっと吸ってやろうか吸血だけで絶頂するくらいになは 絶してるじゃん仕方ないまた明日吸いに来るかお前がどれだけ俺を拒絶しても俺は何度でも吸いに来るし何度でも会いに来るヴァンパイアとして生まれ変わった俺をお前に認めさせて俺のものにするために。 違うなこれは俺のわがままだ昔みたいにまた一緒に過ごしたい一緒に笑って泣いて怒って愚痴りあって本来死んでこの世にいない俺の叶うわけがないわがままなんだ せめて人としてまたお前に会いたかった <laughs> じゃあなまた来る動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週日曜日に更新しています よかったら YouTube のチャンネル登録 Twitter のフォローよろしくねバイバイ